つ、二つ、三つ。ずいぶん近くなりましたな。近づいてくるか、戦国の獅子が。今肩書きをなくしたただの戦人だ。あんた名は？真田幸村。生き残ろうぜ幸村。天正三年、武田信玄の死後、その後を継いだ勝頼は、父の意志を果たさんと上洛を強行。これに対して魔王織田信長は、この機に武田を滅ぼさんと長篠で待ち構えた。勝頼は織田軍に対し突撃を敢行。
だが武田軍を待ち受けていたのは三千丁の鉄砲だった。鉄砲三段の一斉射撃の前に戦国最強の武田騎馬軍団はなすすべもなく壊滅していった。この日もののふの時代は終わった。そこには武田の猛将真田幸村の姿もあった。誇りをなくした戦場でまだ私は槍を握る。第1話長篠撤退戦、我が槍を貫き通せ。